あのこれ、久々すぎて。はい、皆さん、入ってると思いますけど、これ。あ、もうもう入ってライまブ始まってます。ここでライブ始まってるんですよ。はい、皆さん、こんにちは。本当だ。こちあ、ら。こんにちは。はい、皆さん、こんにちは。どうでしょうか。はちょっと待っい。て。あ、大丈夫ですか。杉浦隆之&憲武どうも。健太郎のガチンコ対談ということで、お送りしたいと思います。こんにちは。ちょっと、打ち合わせもなく始まりましたので、何かちょっとコメントいただけると、嬉しいなと思うんですけど、コメントいただけると、ちょっとこちらでテストができるので、一言、あーでも、うでも、で、どこにいますかみたいなことをちょっと言ってもらえると、すごく嬉しいなと思うんですけど、今、6、これ、目の方ですね、6人。25でいいねがついてて、そうだ、今9になりました。今、だんだん、あ、こんばんは。は、入った。一番乗り。ましたはね。い、ひろこさん、ありがとうございます。これで、僕が、どうもどうも。こうして乗せると、こうやって入ってくる。あ、見た見おお、た。すちょっごいすごいすごい。と久々にやってて、あ、皆さんこんばんは、こんばんは。ひろこさんは、あれですよ、この前、がんの寺に来てくれた方ですあ、よね、ひろこちゃん。ありがとうございます。ありがとうございまありがとうございます。ありがとうございますよ。ありがとうございます。はい、たかちゃん。はい、ありがとうございました。そして、いくちゃんが来てます。ちょっと今日マイクとね、カメラが調子が悪くて、悪戦苦闘して、結局、普通のマイクとカメラになりました。聞いてください。あ、どんどん増えてくるので。まあ、打ち合わせな感じでね。こんばんは、こんばんは。あ、坂口さん、ありがとうございます。こんばんは。はい、こんばんは。ケンちゃん、ちょっとシェアした方がいいんじゃないですかね、これね。どっかにね。何どっをでかすに、か？動画をですね。僕これ今ライブ配信しながらシェアかなんかできるんですか？できるはずですけどね。あれ、これ。はい。あまりグダグダだと皆さん帰っちゃうので、帰らないでくださいね。ちょっと待ってね。どこでこれライブ配信してるんですかね、これ。はい。あ、ライブ配信出てきました？あ、シェアできました？あ、こんな感じで。あ、ちょっと遅れてくるんですね。はい。皆さんこんばんは。まだ、オープニングでございますので、しっかりまだちゃんと始まってませんが。はい。あ、はい。あ、こんばんは。ちょっとこれ入れてこうね。はい。はい。由美子さん、こんばんは。はい。はい、朝井さん、朝由里さん。ウォッチパーティーはどうなんだろう。ッチパーティーは後からやるんじゃないですかね。シェアするでできてるのかな、これ。はい。はい、はい、大丈夫です。シェアできてます。こんばんは、南方さん。できてやますさん、か。ありがとうございます。はい。はい、あつみちゃん、ありがとうございました。これは、大阪からですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございはい。まはす。い。はい、こんばんは、こんばんは。はい。あ、水松まさみさん、広島から。はい、来てますね。ありがとうございます。ありがとうございます。まだオープニングですのでね、爽やかなケンちゃんのね、顔を拝んでいただいて クリアな、ケンちゃんクリアですね。すねえ、ごい。タカちゃすん、ごい。クリア僕はちょっと霞がかっててですね。ケンちゃん今日どこのホテルですか？ いや、ホテル。ちょっと後ろに怪しい人が通るとか気をつけてください。出張先で、ね、いろんな悪事を働いてるケンちゃん。そう。いやいや、悪意は働いてないですけ ど。働いてないですか？はい。今気をつけ日た。はい。は事務こ所んばんから、は。あ、事務所に本今。当は、本当は事務所じゃないんでしょ？これバーチャル背景とか言って、本当は、実は危ないところに、ナミちゃんね。もありがとうはい、ございナミちゃん、ナミちゃん、はい、ナミちゃんこんばんは。ナミちゃんこんばんは。挨拶で、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ケンちゃんのファンの方がね、いますよ。はい。れ、嬉しいありね。がとうございました。ありがとうございます。ま あ、ありがとうございました。間に合いました。ありがとうございました。ちかさん、なりずかさん。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、セミナーにね、今度出てくれますね。はい、なりずかりさん、がとうごケンざちいゃんのセミナーもね、すごい素晴らしいと思いますのでね。はい。サイレンの音は聞こえてますね。ね、多聞こ分えてます。僕じゃないと思うんですけど。大丈夫でございます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。す間にご合いいましたくた。さんこんばんのは。動画。はい。はい。サイレンの音を捕まらないでと。はい。大丈夫です。はい。ありがとうございます。はい。皆さんもうちょっと待ってくださいね。本番、ちょっと続々と、皆さん来てくださっていますので。はい。すごい。はい。すごいね。ケンちゃん期待してますよ。養生セミナーですね。ありがとうござい楽します。み、楽しみしてますね。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。盛り上がってる、盛り上がってますよね。何が盛り上がってるんですか？ いや、養生セミナー。あ、養生セミナー盛り上がってますよ、ね。本当に。すごい、皆さん、喜んでくださっていてですね。はい、ひこでんばんね。は。ひでね、ひでねって入ってます。ひでね、これ表示できたのかな？あ、こんばんは。こんばんは、こんばんは、こんばんは。はい、こんばんは。やよいさんですね。はい、こんばんは、こんばんは。はい、ありがとうございます。今度ね、やよいさんも、セミナー入って、
くれてたような気がします。あ、そうなんですね。はい。あ、違ってたらすみませんね。多分されてる。強制的に。はい。これそろそろなんか始めた方がいいんじゃないですかね。皆さんね。はい。5分経過したので、こんばんは。私も見ていいのかな？あ、全然、まゆみさん、大丈夫ですよ。見てくださいね。はい。はい、こんばんは。はい、こんばんは。はじめまして、山下さん。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、加藤文子さん、第1回のですね、心の養生セミナーの講師のね、ケンちゃんが2回目ですのでね、素晴らしいバトンがね、楽しみにしててください。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。みゆきさんですね。アンジュさん、ありがとうございます。はい。ということで。どうも、こんばんは、こんばんは。はい。はい。始めていきましょうか。はい。はい。はい。じゃあ、そろそろ、始めたいと思いますが、ね。はい。こんばんは。こんばんは。こんばんは。皆さん、こんばんは。そして、ケンちゃん、こんばんは。ご無沙汰します。ね、ケンちゃんと、ね、久しぶりですよね。うん、ケンちゃんとはね、なんか仕事場でしか会わないの。本当は仲があんまり良くないっていうね。そんなことないですけど。ね、本当にプライベートでね、遊んだことってなんか数えるぐらいしかないですよね。だから打ち合わせ本番打ち上げみたいな。ああ、まあ、確かにそうかもしれないですね。一回でも、うん、名古屋の焼き鳥屋にね、なんか飲み来ましたね。名古屋も行ったし、あと、岡山も行きました、ね。岡山よく覚えてるね。仕事っちゃ仕事ですけど。仕事っちゃ仕事ですね。はい。ありがとうございます。楽しかったですね。はい。飲みながら見てますね。はい。はい、おいいですね。みんなちょっと、皆さん、ちょっと、うん。はい。ケンちゃん、こんばんは。大人気のケンちゃんですね。ケンちゃん、今日もありがとうございます。そう、ケンちゃんがさ、あの、顔がちっちゃいから、僕はだいぶ下がろうと思って。やってますよ。はい。ありがとうございます。ということで、本題からいきますか。本題から。本題。はい。本題。タカちゃん、最近どうですか？いや、僕、それ、ケンちゃんに聞こうと思ったんですけど。最近どうですかね。最近どうって言われると、ここのとこ、そうですね。まあ、ずっと、非日常のようなね、うん、日常が、なんかこう、普通になってしまって、そうですね。ね、うん、なんとどう捉えていいか、こう雲をつかむような感じなんですけどね。でも、タカさんなんて、うん、ライブがほとんどできなくなってるんですよ、うんうん、ね。そうですね。まあ、少ないですよね。うん、7月にちょうど、なんかこう、6月にね、解除されて、うん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 、ちょっと あって、7月は結構あって、8月からまたちょっとなくなっているっていう、ああ、そうなんだ。うん、状況ですね。やっぱ寂しいですか？寂しい、寂しくないですよ。それはそれで、寂しい思いと、またね、新鮮な気持ちも。はい、ケンちゃんどうですか、最近。僕はですね、まあ、僕はもう5月、4月、5月、6月頃はもう本当にほぼ自粛生活してたんですけど、はい、まあ、最近は本当にだいぶ復活してきていて、うんうん、普通に戻りながらですけれども、まあでも新しくちょっとその頃から YouTube、YouTuber を目指そうと。そうだね。すごいよね。YouTube 頑張ってやってます。すごいすごい。はい、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録。はい、僕もやってますので、はい。そうですか。はい。まあちょっとね、ケンちゃん初めての人がね、結構多いと思うので、はい、ちょっと自己紹介を少し。そうですね。はい。皆さん、こんばんは。こんばんは。竹健太郎と申します。僕はですね、愛知県の一宮市に住んでいるんですけれども、まあ、主に心理カウンセラーとしてカウンセリングとか、まあ、講師業ですよね、グループセッションとか、まあ、呼ばれればセミナーをしたりとかっていうことをしながら、もう一つですね、筆ペンを使った筆文字教室、まあ、己所太郎道場という教室を、何年ぐらい前からやってるんだろう。7年ぐらい前から、初めは楽しくてやってたんですが、それが結構忙しくてですね、そちらの方でも結構、いろんな全国を駆け巡って、教室をしたりとかしています。はい。あ、そうですか。もうちょっといけますか。あ、大丈夫です、大丈夫です。はい、きっかけは、そういう、まあ、心理カウンセラーや。そうですね、カウンセリングとかっていうのは、まあ、ご存知の方も多いかもしれないんですが、僕、26歳の時にパニック障害になりまして、うん、でもそれまではもう本当に
自分がそんな病気になるとは思ってなかったんですよね。で、全然心の世界とか、その心理学とか何も興味がなかったんですけれども、まあ、そこで本当にどんな件頑張っても全然人生が良くならなくて、でそっから自分の人生を、どうすればうまく変えれるんだろうっていうところからいろいろ勉強を始めて、で、その経験をもとに、今度はそれを伝える側に、なりたいなと思って、カウンセリングとかそういうことを始めました。で、それと同時に、まあ、筆ペンの筆文字教室の方は、もう本当にただただ、もともと字はめちゃくちゃ下手なんですけど、あの、路上詩人みたいな汚かっこいい字に憧れてですね、筆を持ってたんですけれども、全然うまく書けなくて、で、そうこうしてるときに、ある筆文字のですね、今の、まあ、師匠である、日本己所道場のですね、先生と出会ってですね、そっからもうハマり込んでしまって、もう本当に自分の趣味が、仕事になってるような感じに、なっています。はい。ありがとうございます。素晴らしい、ケンちゃん。ね、ありがとうございます。あの、すごい、あの、逆転人生というかね、あの、そういう、まあ、大変辛い思いをして、まあ、それがあってね、今のね、ケンちゃんの笑顔とね、あの、そういうね、活動があると思います。はい、僕も、あの、病気は違えど、28歳で、あの、まあ、体のね、癌という病気になって、まあ、それから、本当に大きく人生が変わって、まあ、サラリーマンで、ある会社にずっと勤め続けていたんですけど、ずっと勤め続けると思い込んでたんですけど、いきなりこう、はしごを外されたというか、まあ、その時はそんな思いで、急にこうドロップアウトさせられまして、まあ、それがまあ自分の人生と命と向き合うきっかけになって、そこからまあ、あの、本当に手術をして、腎臓の癌だったんですけど、抗がん剤治療にクールして、まあ、あの、珍しいタイプの癌で、まあ、2年以上生存している人が一人もいないということで、まあ、僕はそのことは当時知らなかったんですけど、まあ、親にはそういうことを伝えられていて、まあ、あの、本当におかげさまで、2年以上生存している人はいないというところだったんですけど、もう今21年、もうすぐ21年という、ところを迎えそうなところにいます。まあ、あの、本当にでも、全然、偉くもなくて、すごくもなくて、あの、決してこう勝ち抜いてきたわけでもなくて、本当にただただ生かされたなというふうに思います。そんな中で自分の体験と、そしてね、出会ってきた人の体験、まあ、本当にすごい人がいっぱいいて、ね、余命宣告を乗り越えて元気にしている人が、あの、もう探したらたくさんいて、まあ、そんな方々を、と出会って僕は元気になったので、そういう人を紹介したりとか、そんな活動を、まあ、今から15年前ぐらい前から始めて、その後、まあ、歌を作ったり、歌ったり、講演をしたりということで、ここまで来ました。はい。今日ね、見てくださってる皆さんのおかげで、本当に今、あります。はい、ありがとうございます。はい。ということで、ね、ありがとうございます。あの、はい。21年になるんですね。21年ですね。はい。僕がタカちゃんに出会ったのが多分ね、2009年なので、うん。その頃、まだね、10年とか、そうです。うん。言ってた頃だと思うので、うん。なんか不思議ですよね。もう11年にもなるんですね。あ、出会って11年。うん。おあんまり感慨深くないんですけど。そんなことです。はい。そういえばそうですね。はい。はい、あ、僕らであんまり興味ある人はあんまりいないと思いますけど。まあ、今日のね、二人ね、あの、ケンちゃんと、すごく共感したことがあってね。あ、同じなんだって思えたことがね、あるんですよね。まあこれ、あの、いろんなところで話してることなんですけど、まあ病気になった時の最初のこう、感覚というか、最初ではないかもしれないね。ケンちゃんのがこう、入院中にすごく印象的だった、あの、僕が聞いててエピソードがあるんですけど、ちょっと話してもらっていいですか？いつもの話ですけど。はい。ね、まあ僕、その26歳の時にパニック障害に突然なったんですけども、はいはい、そのちょっと1年ちょっと前に結婚してるんですよね。子供が生まれて。あ、うんうん、結婚してまして、で、子供が生まれて、本当に、1歳になるかならないかぐらい、なったぐらいの時かな、に、突然パニック障害になって、で、それまで結構音楽活動したりとか、まあいろんな自分の好きなことやってたので、もう本当にびっくりしてですね、はじめ何が起きたのかよく分かんなかったんですよね。でも、なんかその、自分がそういう病気になることを、はじめは受け入れることができなくてですね、人になんとかバレないようにして、誰かにバレる前に、治さなければいけないと。
まあ、そういう言葉が悪いですけれども、そういう病気になる人は弱いやつがなるもんだと勝手に思い込んでいたのでそんな風に自分がなっちゃいけない、バレちゃいけないという思いがすごく強くて、でなんとかですね、必死になってこう治そうと思って頑張ってたんですけども、まあ、どん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 その頑張りと反比例するかのように悪くなっていってしまって、で1年ぐらい経った頃にもう本当に症状が本当にひど、逆にどん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 ひどくなっていった時に、まあある時ですね、急性肝炎になって、病院で1ヶ月ぐらい入院することになったんですよね。多分風邪薬の副作用だと思うんですけれども、肝機能の数値が GTP とか GOT とかが片方が1500近くまで上がったりとかして、でもそのまま1ヶ月入院してくださいねと言われて、でも頭の中ではその時パニックなわけですよね。もうパニック障害だけでも自分でもう精一杯なのに、もう その当時あんま聞いたことない、何急性肝炎みたいなね、で子供もいたし、これから先どうなっちゃうんだろうっていうすごい不安と、まあ、もうパニック状態だったんですけれども、その時に、まあ、看護師さんに車椅子に乗せられて病院のベッドまでずっと押してもらって、で自分のもう本当に重たい体を白いシーツのかかった病院のベッドに横たえた時に、頭ではすごくパニックなんだけれども、そのベッドの横に横たわった瞬間に自分の心の内側から助かったって声がもう出てきたんですよね。でそれが多分タカちゃんと共通していることだったと思うんですけれども、要は頭では頑張らなきゃいけない、早く治さなきゃいけない、人にバレちゃいけない、早く元に戻らなきゃいけない、要は昔の自分に戻らなきゃいけないってずっと思ってたんですよね。で、なんか苦しいとか大変とか辛いとかっていうことを人に見せることができなかったんだけども、うん、その自分の内側っていうのは本当はもう休みたい、うん、なんか休みたいよって多分もう泣いてたと思うんですよね、うんうん、でそれに気づいてから、あ、今までずっと自分のこと我慢してたんだ、自分の気持ちを押し殺してたんだ、自分のことを味方になってあげれてなかったんだっていうことに気づいて、自分に本当にごめんねごめんねってこう自分に声をかけてあげたときに、もうそのときにもうすごい涙が出てきて、うんうん、もうその晩本当にこれでもかっていうぐらい泣いたのをね、覚えていますね。うんうん、で、そのときに、あ、そうか、これからは病気を治すか治さないかじゃなくて、自分の味方になって、自分の、そのどんな自分のことも味方になって生きていくっていう生き方をしてあげようっていうふうに、まあ、そこから完璧にできたわけじゃないんですけれども、うん、そこで一つスイッチが入ったですね、大きなことだったんですよね。なんかタカちゃん、僕がタカちゃんのメッセンジャーに、自分の体験談をね、一度書かせていただいたことがあって、で、それを読んだタカちゃんが、すごい似てるねっていう話をし、ね、てくれたことがあると思うんですけれども、うんうん。そうですね。顔は全然似てないけど。顔はね、惜しかったですね。もう今日はケンちゃんの引き立て役になっております。はい、大丈夫、大丈夫です。いつもです。ありがとうございます。奥さんによく言われます。ありがとうございます。まあ本当に同じです。僕も助かったっていうか、ほっとしたっていう感覚が、まあ、本当に辛いんですよ。それはもうね、がんと言われて、もう終わりだっていうような辛さの中に、どっかね、安堵してる自分がいて、今思うとね、それが本当の自分の中の気持ちでもあったのかなとも思うんですけども、それが安堵してる気持ちが消えたり、また出てきたりね、まあ、ケンちゃんのようにそこでなんか直すか直さないかじゃなくて、自分らしく生きようって、その時はすぐには僕はやっぱり思いなくて、まあ、がんというも本当に大きな、まあ、山というか、ものにこう覆われてしまったので、そこから最初はあがいてどうやって出ようかっていうね、まあ、最初は戦いですよね。から戦いから始まったようなね、はいはいはい、気がしますよね、うん、まあ、病気が違うからね、当然、うん、全然違うと思うんですけど、うん、僕の場合その最初の入院するまでの 1年間が、うん、正直僕の中ですごい戦いだったんですよ。結局すごい あの1年間がね、今思い出してもすごいハードでしたね。苦しかったです、うん、でその病院で入院して、あ、今まで自分のことを無視してたんだな、自分のことをもっと認めてあげなきゃいけないな、自分の味方でいてあげようって思った瞬間に、まあ、もちろんその自分が癒しが起きたっていうのもそうなんですけども、そこで病気の症状が急に良くなったわけじゃないんですよね。思ったからといって変わってないんだけれども、生きるのがね、少し楽になったんですよね、その瞬間。うん、それはすごく大きな
経験だったし、うん、なんか結構多くの人に共通している部分っていうか、やっぱり僕たちって本当不思議なんだけど、幸せになりたいって頭で思いながら自分のこと自己否定してたりとか、うん、こんな自分ではダメだって思ってたりとか、うんうん、それって、冷静に考えてみると矛盾してたりするわけですよ、ね、うんうんうん、だから自分のことをやっぱ認めてあげるとか、味方になってあげることっていうのはすごく、なんか大切、人生において大切なんじゃないかなっていうのをすごくそこで学ばせていただきましたね。うん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 、そのケンちゃんは自分のその体調の変化で、うん、まあ助かったって思ったっていうことなんだけど、うん、他にこう何かこう人との出会いとか、うん、読んだ本の一節とかそういったことが聞いてすごい自分の心が楽になったとか、そういうことはある？誰か言ってくれた言葉とか。そうですね、僕結構ね本から影響を受けて、その後、うんうんうん、結構その入院中1ヶ月間時間だけはあったので、結構興味のある本をこう買ってきてもらったりとかして、うんうん、読んだりしてたんですけれども。どんな本ですか？官能小説とか。官能小説とプレイボーイと。なるほど、一緒です。その時に読んだ本で、まあ好き嫌いはあると思うんですけども、うん、斉藤ひとりさんとかね、うんうんうん、うん、そう、斉藤ひとりさんの本にはかなり影響を。例えばどんな言葉が、どんな文章とか。そうですね、斉藤ひとりさんの本と、あと本田健さんっていう、うん、ユダヤ人大富豪の教えっていう本もその入院中に読んだんですけども、うんうん、たまたまね同じようなことが言葉が書いてあって、全然別の本、別の方が書いた本なんですけれども、うんうん、で2人ともこう人生で、まあ、ある意味成功している方の書かれた本なんですが、うん、その何て言うんだろうな、そこで書いてあった言葉が、こう出会った人に、うん、なんか多くの人がなんか自分のことばっかり考えてると、自分がもっとこうなりたい、ああなりたいとか、こうしてほしいとか、ああしてほしいとか、そうじゃなくて、出会った人すべてに心の中でいいから、あなたにすべての良いことがなだれのごとく起きますようにって、ただただその相手のことを思って念じてあげるだけで、すごく人生が変わるよみたいな、ちょっと細かいフレーズはあんま覚えてないんですけれども、その言葉が結構その時印象的で、確かにその病気になってから特にもう自分のことでいっぱいいっぱいで、自分の、これからのこととか、なんか自分のことで精一杯だったなと思って、そう心の中で思うだけだったら今日からできるじゃんっていうふうに思って、うん、だから例えばその看護師さんとか病院の先生とかお見舞いに来てくれる人とか、まあ、とにかく出会った隣の、ベッドで寝てる、人とかですね、そういう人に、心の中で思うようにしたら、まあ、ちょうどその自分がその自分の味方でいてあげようって思った後だったからっていうのもあると思うんですけれども、うん、まあ、すごくね自分の心がなんだろう、気持ちよかったことを覚えてますね。心地よかったというか、うんうんうん、まあそういうのが日常的にできてる人からすると当たり前のことかもしれないんですけども、うんうんうん、まあ、多分その当時はですね、そんなこと多分考えたことなかったんでしょうね。うんうんうん、なるほど、うん、それはすごくだったですね、うん、まあ僕もそうですけど考えたことなかったですね。生きることとはとはとか、自分の人生とはとか、ただこう惰性で生きてたような気はしますよね。なんかこう、多くのものを持ちたいとかね、名誉とか地位とか、なんか周りがそうしてるから、なんかそこに向かって生きてるようなところがやっぱりなんかあったと思うんですよね。なので今本当に病気になってよかったとは全く思えないんですけど、まあ、それね、ちょっとそれは言えないですよ。病気になったからこそ今があるとは言えるけど、病気になってよかったとはやっぱり親の気持ちとかいろいろな周りのこと気持ちを考えたら、がんになってよかったとは言えないんですけど、まあ、よかなったからこそ考えられたことがあるとすると、やっぱり今生きてるとか、まあ、ごめんなさい、これ、まあ、ありきたりな話ですけど、うんうん、そういうことを感じられてるっていうかね、あ、今日も朝起きたとか、もうそういうことがなかったんですよね、病気になる前までは。うん、うん、なんかそれだけでも、あ、生きてるじゃんって毎日思う。それだけでなんか、あ、生きてるじゃんっていう言葉を自分でかけるだけで、なんかこう、ちょっとふわっと幸せが広がるというか、うんうん、あ、生きてるじゃん、生きててよかったじゃんっていうことを、
なんかその積み重ねかなっていうね、うん、ことも、うんうんうん、ちょっと話が飛んじゃいましたけど。いやーでも本当にそうですよね、うん、僕もだから今日一日を幸せで生きようっていうのはすごい意識してるかもしれないですね、うんうんうんで多分今日が幸せだったら未来もね、結果的に幸せになれるかな、みたいな、うんうんうん。なるほどね。ちょっと僕本の話で思い出したことがあって。はいはい。やっぱりこう、まあ、いろんなね、出会いとか本との出会いも意味があると思うんですけど、うん、病気になる前に、生きがいの創造っていう本を読んでて、飯田文子さんっていう方の、まあ、生まれ変わりがあるという本をですね、はいはいまあ、病気になる前までに、病気になる、前にですね、勤めていた会社の社長さんからこう、これ読めっていうふうに言われて、あれを読んでたことっていうのは、なんかすごく大きかったですね。自分が、まあ、がんの宣告を受けたときに、あ、これ何かこう、この人生で、なんか今意味があるっていうかね、そういう考えに、こう、早くそこに行けたっていうのがですね、僕はすごく良かったかなとは。今思い出しました。うん、まあ僕も読みましたよ、あの本は。すごい素敵な本ですよね。まあね、プレイボーイとかそういう本の間に読んだんですけどね。プレイボーイ、たまに聞いたの、まあ、プレイボーイって言ってますけど、本当は違うタイトルですけどね。違う。そんなことね。なるほど。まあそれは置いといてですね。はい、はい。まあ、はい。そうですね。うん。僕も病気になる前と後って、まあいろんな変化があったんですけれども、うん、まあそう、もう一個タカちゃんと共通してるのは、僕も長男だったんですよね。うん、そうだ。うん、まあ2番目の長男、姉がいての長男で4人兄弟だったので、うん、下に2つ下に弟がいて、で、またその下に妹がいてっていうので、で、自分では意識してなかったんだけど、なんか人に弱みを見せるのが多分苦手だったんですよね。うん。なんかしっかり者っていう自分ではそんなつもりはないんだけれども、うん、今でも覚えてるのが幼稚園の時の予防接種とかを打つ時に、うんうん、必ず先生に呼ばれて、うん、先頭、僕が先頭になるんですよ、いつも、うんうん、で先生にこう言われる、ケンちゃんなら大丈夫だよね、泣かないよねみたいな、うん、で最初の子が泣くと後ろみんな泣くからケンちゃんなら大丈夫だよねみたいなね、でも先生から見てもそうやって思われるような子供だったと思うんですけども、うんうんうん、だから自分も怖いのに注射が、怖いっていうふりを、なんていうの、見せれなかったというか、うん、だからよく泣いてる子とかいたじゃないですか。うん、なんかああいうこと、ことができなかったんですよね。いわゆる子供らしい子供じゃなかったと思うんですよね。うん、ちょっと冷静だったというか、うん、内心はもうビビり屋さんで怖がりなんだけれども、うんうんで多分それがもう当たり前すぎて自分では我慢してるっていう感覚がなかったんだけど、でも振り返ってみるとずっと我慢してたんだなと思って、うんうん、本当は怖いとか寂しいとか甘えたいとか、うんうん、そういうことを言えずに、それが当たり前で強いふりをして、生きてきたのをその我慢してたってことに、うん、多分ね僕パニック障害になってなかったら、うん、気づかなかったかもしれないですね。あうんことか漏らしてもやっぱ隠し通そうとしてたよね。なんで今逆だよね。漏らしたって。ケンちゃん漏らしてないか。そう、本当小学校の時もね、前。そうなんですね。下校中にね、漏らしちゃったこととかもね、本当にもう最悪だと思ってましたからね。今ではもうちょっと日焼けして、うん、うんこ色になっちゃいました、ね、あんまりイケメンが言わない方がそうそうそう。うんこ色なんですか、その。そうなんですよね。でもそれはすごい大きな出来事だった気がしますね。漏らしたことが。いえいえ、その我慢してるっていう自分に気づけたっていうことを、うん。だから僕のテーマは、まあ、自分らしく生きるっていうのを、すごい、自分の人生のテーマでもそうだし、その活動の自分の活動理念としては、誰もが自分らしく輝ける世界を作るっていうのを一応活動理念にしているんですけれども、やっぱり自分らしく生きる人が増えた方が多分世の中はいい世の中になるんじゃないかなっていうのはすごく思ってて、で自分らしくない時っていうのはやっぱり
本当の自分を隠して本当はやりたいのに やらないとか、人の目を気にしたりとか、もっとこうじゃなきゃいけないっていうこだわりが強かったりとか、そっちを優先して本当の自分の感情とか気持ちとかを押し殺して生きてると、なんかなんだろう、そっちの方が幸せから遠のいていくんじゃないかなってすごく思っていて、だから、まあ、今でもその 100%、解放できてるわけじゃないんだけれども、気づいたらなるべくそれを認めてあげて許してあげるっていうのをなるべく続けてるようにしてますね。素晴らしい、見習います見習います。あの今度養生セミナーが始まりますけど、ケンちゃんが、ね、あの第2回目の講座の、ね、講師なんですけど、ちょっとケンちゃん自身が、まあ、ちょっと体の養生、まあ、体の養生編のセミナーを、この夏にやってたんですけど、ケンちゃん自身が体の養生としてやってることってどんなことがありますか。まあ、コロナのこの期間でもいいんですけど、具体的なこと、実は僕ね、めちゃくちゃ結構気を使ってる方だと思います、体にね、体、まあ、体と心と両方だと思うんですけど、両方言ってください、はい、まずその何をやってるかの前に、僕ね気づいたんですよね、ある時、人生をうまくいくには自分がいい状態でいると、いい結果が生み出しやすくなるっていうことに気づいて、まあ、例えばこういう対談しててもそうかもしれないし、何かブログ書くときでもそうかもしれないし、 YouTube、撮るときでも、人と会うときもそうかもしれないけど、自分が苦しい悪い状態でいると、あんまいいパフォーマンス発揮できないじゃないですか。だから、何か結果を出すことにこだわるよりも、今まず今日自分がいい状態でいることを結構気にするようにしてるんですよね。だから当然無理しすぎないっていうのは結構気をつけてたりとか、自分の体の状態を良くするためっていうのはすごく気をつけていて、で何があるかな、例えば、まあ食事とかだと結構調味料はマニアみたいにこだわってたりとか、結構調味料大好き。そうだね、はい、僕が大体買いに行くんですよね、妻じゃなくて。で、妻はあんまりその辺が気にしないので、だいたいお醤油とか油とかそういうのは全部僕が買ったりとかしていますね。あとはぬか漬けを食べたり、発酵食品をなるべく食べるようにしたりとか、納豆も常に冷蔵庫には入っていますしね。あと何があるかな、まあ、ゆっくりお風呂入ることとか。確かに。でも、まあ、当たり前のことですよね、普通のこと。あとは寝不足にならないように気をつけるとかね、よく寝る、ちょっとでも時間あって疲れてるかなと思ったら本当昼までもお風呂入ったりとか、まあ、昼過ぎまでだらだら寝てたりとか、そういうのは自分をなんだろう、休ませてあげるってことは結構、優先的にやるようにしていますね。まあ、あとは運動は僕はテニスをしているので、体を動かす。体を動かすとやっぱりエネルギーの、なんだろう、発電、人間の体って発電機みたいなもので、やっぱり体を動かした方がエネルギーの循環っていうのは多分良くなるような感覚を持っていて、体を動かすようにしていたりとかしてますね。心が多分落ちたりした時の、はい、まあ、ちょっと養生として、心はですね、基本的には、まあ、さっきの話とも通じると思うんですけれども、自分のことをね、責めないようにしてあげてます、ね。そうなんだ。そう、素晴らしい。だから、落ちた自分をちゃんと認めてあげる。あ、落ちちゃうよね、みたいなね。あ、また、あ、今焦ってるよね、みたいな。で、当然、そう思えない時もあるんだけど、気づいてあげて、思い出してあげて、結構おすすめなのがですね、僕は右手でこう胸をトントンして、お母さんが子供をこう、例えば怖がっている子供にどうしたの、大丈夫って、背中をトントン叩いてあげるように、自分で自分の心を不安な時とか落ちた時に、あ、今不安なんだね、今怖いんだね、今焦ってるねっていうのを、ただただそのいいか悪いかのジャッジを外して、認めてあげるっていうことをしてあげてます。感情って満たされると感情的になりにくくなるっていうふうに
言われてるんですけれども、うんうん、だからそんなふうに思っちゃいけないんだって思うと、その感情を奥に閉じ込めてしまうので、それがだんだん溜まっていくと、何かの拍子に爆発して自分でコントロールできなくなってしまうので、うん、溜まる前にちゃんと気づいて抱きしめてあげるみたいな。素晴らしい。うん、それはすごく意識してますね。うん、先生素晴らしい。もうケンちゃんって呼べないですね。ケンさん。素晴らしい。そうですか、うん。でもこれは結構おすすめです。右手、胸トントンの法則。うん、なるほどね。うん、だから夜寝る前と朝起きるときも気づいたらなるべくやるようにしますね。夜寝る前も、うん、今日よく頑張ってねとか、うんうん、お疲れ様みたいな感じでね。うんうん、ありがとうございます。タカちゃん何やってますか？まあ、僕ちょっとね、やっぱ最近気がせくっていうか、うん、なんか急ぐ感じがすごくあって、うん、まあ、焦りだと思うんですけど、うん、スマホを見終わったらパソコンやって、パソコンでヤフーニュースを見て、はいはい、終わったと思ったらまたスマホで、まあ、仕事もあるんですけど、こう自分を休ませてる時間がふと気づくと、我に返ると、うん、横になってなってなかったとかね、ああ、怠けることをまだ許せない自分がいるんですよね。あ、でもソファーで横になろうとするんだけど、横になってしばらくすると落ち着かなくなってきて、うん、いかんと思って、まあ、もっと休もうって思うようにするんですけど、最近こうなんか自分になんか休みをなんか与えてないかなっていうのがね、すごくなんかあるので、最近ちょっと深呼吸もしない、なんか気がせくとですね、あの深い呼吸がなくなって肺呼吸になってくるので、はい、まあそれ今気づいてるだけでいいと思うんですけど、あの自分は腹式呼吸をするようにしてます。心を落ち着かせるために、あのちょっとまあ深呼吸というか大きな呼吸して自分を落ち着かせて、もう一回リセットするっていうことを、あの体が疲れた時もそうですけど、心がこう今ちょっと焦り始めた時は、まあトントン同じだな、パクってないですよね。パクってますね。ポンポンってやってます。はい、まあ、僕はお腹を抑えるんで大体ね、うん、あ、お腹をね、はい、大体、うん、今日もいるんですか？今日はもういないです。いないです。はい、まあ、あのブログにも書いたりしたんですけど、うん、あの体の養生編というセミナーをずっとやってきてて、自分にとっての養生って何だろうって思った時に、あ、自分が一番やってたのはやっぱ手当てだなと思ったんですよ。手当てをずっとこう、僕腸閉塞5回入院してるんですね。腸閉塞で、まあ、がんの手術の後に腸閉塞になって、まあ、救急車に5回運ばれてるんですけど、あの腸閉塞まで行かずに済んだこと、まあ、あとちょっとで腸閉塞っていうことはもう300回ぐらいもっとあるかもしれないぐらいあるんです。ちょっと食べただけで、ちょっと脂っこいもの食べただけでもうこうお腹を抑えてっていうね、そういう時にやってるのはもう自然に手がいくんですよ。手当てをしながら、頭でイメージをして、腸が快適に動くイメージをして、言葉でもうこう大丈夫だよってありがとうとかね、臓器に感謝をしながら、深呼吸をする。同時にやるんですよ。深呼吸と手当てと、感謝の言葉とイメージング、4つを同時にやって、そのまま半身浴に入ることもあって、養生って一緒にできるんですよね。いろんな養生をしながら、イメージをして、そして言葉を伝えるってことが、あの自然にやってたんですね。だから今もそれが名残があって、体が辛くなったりすると辛いところに手が行って、自然とその細胞が動いてるイメージができて、また言葉を届けて、うん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 、っていうのが、何か意識をしなくても、なんかそういう養生習慣が、うん、自分の中で、まあ、なんか身についてる、あ、なるほど、ことに、うん、あの気づかしてる。うん、まあ、本当でもビアノ音球とか江戸川慶式療法とか自然のね素晴らしい英知で、すごくそれもね力になると思うんですけど、その前に自分の中にも力があるっていうことを認識した上で力を借りるっていう方が、なんか、まあ、僕もそうだったんですけど、これさえあれば治るとか、ね、あのそういうなんか意識でいろんなものに手を出していたことがあったので、うん、まあ、全部自分で治せるっていう、うんうんうん、そういう中で全部自分で癒せる、心も体も、うん、そしてでもちょっとね早く、まあ、早くっていうかね、心地よく治したい時に身を借りたり、まあ、そういう自然の力を借りるっていうのが、あ、もちろんね医療のサポートもね大事だと思います。はい、なるほどね。という、うん、まあ、僕はその、うん、あの講座を受けていて、うん、受けてというか、ね、
主催をしていて、そういうことに気づいて。なるほど、何かを取り入れることも大事だけど、確かにその取り入れないものを、悪いものを取り入れないっていうことも結構大事ですよね。はい、ね、僕もね、白砂糖系はね、ほとんど取り入れないようにしますね。お、素晴らしい。だからジュースも、まあ、出されたら飲みますけれども。素晴らしい。とか、あ、本当に？まあ、ほぼ。いや、ファミレスとか行ったら最後にデザート食べるとかしない？ほんとたまにみんなといて食べるときはありますよ。たまにですね。そうですか。素晴らしい。そうですね。あとは何があるかな。だから僕も霊気っていうのを昔ちょっと習ってたことがあって、だから手当てはもうそうかもしれないですね。その名残でかわかんないけど、僕も結構何か調子が悪いところがあったら手を当てるように結構しますね。ちょっと皆さんからもね、ご質問とかあったらね、なんか質問ぜひ、健太郎先生に。こういう場合どうしたらいいですかとか、なんかね、こういうちょっとね、メンタルが落ちたときに、どんなふうに考えたらいいですかっていう、健太郎先生が答えてくれると思いますので、もしよかったら質問でもしてみてください。こんなこと、こんな用事をしてるっていうことをね、コメントで伝えてくれてもいいです。はい。ケンちゃんの大ファンですっていうかね。胸トントン。あ、そうか。ありがとうございました。なるほど。いいね。YouTuber、ケンちゃん。素晴らしい。大ファン。ありがとうございます。そうです。そうか。なるほど。ケンちゃん、よく YouTube でもね、ネタが尽きないよね。ああ、そうですね。時間があれば結構どんな件でも喋れるんですけれども、なかなか時間をね、作るのが大変ですよね、毎日の。なるほどね。ごめんなさい。ちょっとご質問があったので、はい、不安感強いとき、一人が辛いとき、落ち着かないとき、どうしたらいいですか？健太郎先生。どうしたらいいでしょうね。でも本当に僕さっき話した通りなんですけれども、なんて言うんだろうな、結局頭で考えてる自分の思考と心で感じてる感情っていうものを、なんか分けて見れるようになると、感情とうまく向き合えるようになるんじゃないかなと思っていて、その感情が自分が寂しいとか自分が、不安って思うと、その感情の渦に飲み込まれちゃうんだけど、なんだろう、自分の中にちっちゃい頃の自分がいて、その子供が辛いよとか寂しいよとか、不安だよって泣いてるというようなものをイメージしてあげて、その子供に、あ、不安なんだね、辛いね、大丈夫って、自分で自分の心の中にいるもう一人の自分に声かけてあげるっていうことを、やってあげると、すぐにどうこうなるわけじゃないんだけれども、だんだんだんその感情を気づいてもらえた、認めてもらえたっていうことを、なんだろう、認めてもらえた感じがしてきて、その感情とうまくバランスが取れるようになってくるんじゃないかなというふうに思っているので、そのいきなりそれを否定したりとか、感じちゃいけないとか、なくそうとしたりしても、多分なくならないと思うんですよね。不安とか心配って。なので逆にその寄り添ってあげるというか、声をかけてあげたりとかしてあげるといいんじゃないかなというふうに思います。なので右トントンで、右トントン、右手トントンですね。あ、右手トントンですね。胸トントンで、なるほどね、言ってあげるといいんじゃないかなというふうに思います。なるほど。まあ、僕は深呼吸かな、やっぱりね。で、自分で言葉を、ああ大丈夫だとかね、うまくいくとか、そういう言葉をかけるようにしてて、あと過去ね、どうやって乗り越えたかっていうのをちょっと思い出すっていうよりも、乗り越えてきた自分がいるので、今度も大丈夫っていう、なんかそういう過去の自分が、なんかこう支えてくれるというか、過去乗り越えてきた自分を思い出すと、そういう自分が、あれだけね、ものを乗り越えた自分がいるっていうね、そんな自分が、なんかこう、エールというか、それで大丈夫と思えるような時がありますね。で、まあ、落ち着かない時は僕は貧乏ゆすりをしてますね。で、貧乏ゆすりをずっと意識してし続けるというか。
まあまあ、そういう、あんまり参考だったんかな。はい、その時その時、なんかね、なんかあんまり抗わずに、まあ認めてあげて、でも落ち着いて対処法を考えると、なんかいろいろ、見えてくるものがあったり、時間が解決したり、と僕は思います。はい。そうですよね。うん、まあでも焦らないことは本当に大事だなと思いますね。うん。ごめんなさい。ちょっといっぱい質問が来てるのでいただいてますので。おお。はい。ケンちゃんに質問です。ケンちゃんは昔パニック障害になって心臓がバクバク してたと話していますが、そんな話をすると僕は怖いです。あ、そうか。話せるようになるコツはありますか？あ、そういうことか。ああ、うん、そういうことか。あ、こう無理に話さなくてもいいんじゃないですかね。うんうん。ね、話せないときは。多分僕も昔話せなかったんですよね。で、やっぱりそのタイミングって人それぞれあると思うし、確かに今ね、ご質問いただいて思い出したんですけども、やっぱ最初の頃って怖かったですね、語ることが。やっぱその時のことを思い出したりとか、したりして、なんとなく怖かったのを覚えてますね。で、これも、その自分が話せるタイミングっていうのもあると思うし、あの当たり前だけど話せば話すほどだんだん話すことにも慣れてくるっていうのもあると思うので、まあご自分のタイミングを大切にしてあげてほしいなと思います、無理に話さなきゃいけないってこともないですからね。そうですね。であとはやっぱり最初はね、信頼できる人に話して、まあ話してもいいかなと思った時に話してみるのがいいんじゃないかな。ありがとうございます。はい、あ、続いていいでしょうか。はい、石木智子さんから、はい、自分を俯瞰すること、感情を認めることですかと、ありますか。ああ、さっきの、多分さっき話してた話ですかね。まあそうですね、俯瞰すること、感情を認めること、もうそういうような感じですよね。客観的に見てあげることっていう言い方もできるかもしれないし、だから頭で考えてることと、感情で感じていることを、頭で考えていることが僕たちはどちらかというと大人の自分で、普段主導権を握っている、もっとこうしなきゃいけない、ああしなきゃいけない、こんなところで不安に思っちゃいけない、こんな緊張してちゃいけないって頭で思ってても、不安なものは不安だし、緊張するときは緊張するし、寂しいものは寂しいしっていうね。だから頭と心って実は一緒じゃないんですよね、本来は。でもそれを頭で心をコントロールしようとしちゃうと、実は難しくなったりとかしちゃうってて、なので、頭で心を見てあげるというか、寄り添ってあげる、認めてあげるってことを練習していくと、結構いいんじゃないかなというふうに思いますね。でも本当にまさにそうですね、俯瞰するとか認めるとかっていう言葉でも全然いいと思います。ありがとうございます。はい。はい、ありがとうございます。すごいね。いっぱいコメントくれてるんですね。あ、そうですね。ありがとうございます。あ、嬉しいですね。実は狭くて古いエレベーターの中だと、時々プチパニック障害になりますが、何か良いアドバイスがありますかと。何か、いや、アドバイスね。いや、でも本当に辛いですよね、ご本人からしたらですね。まあ、人によってやっぱり、その、出る症状とかね、僕もやっぱり特定の場所で、例えばトンネルが怖かったりとかね、あ、そうか、高速道路運転するのは大丈夫だけど、トンネルに入るとちょっとバクバクするとか、ね。あ、そうなの、そういうのは結構ありましたので、でもなんか不思議ですよね。なんか、それを怖いのを治そうと思ってる時っていうのはあんまり治らなくて、ちょっと逆説的な言い方になっちゃうかもしれないんだけど、なんかもうしょうがないよね、もうバクバクしちゃってもいいよねって思えれるようになった方が結果的になんか良くなってきた気がすごくするんですよね。ああ、そうかそうか。なのでよく電車に乗るのが怖いとかね、そういう相談もよくいただくんですけども、乗れなくていいじゃんみたいなね、もしくはどうしても乗らなきゃいけなかったら別に怖くていいじゃんみたいな。なんて不安なんだもんねって。そっちを逆に認めてあげる方が、結果的に、だから良くなるとかっていうことではないかもしれないんだけれども、結果的に楽になったりとか、結果的に良くなる人が多いような気がします。
まあ多分狭いくて古いエレベーターは怖い人は結構いっぱいね。そうですね、うん、まあ、パニック障害、パニックになるまでも ないけどもね、あの、うんうん、自分だけじゃないと思うこともいいかもしれないなと。そうですね、うん、あの、のりたけさんも怖いんだってトンネルが本当、ね、そうですよ、うん、はい、ぜひぜひ。怖いものだらけでした本当に、うん、そうだったんだ、うん、よくここまでね。だって電車も怖かったし、人混み全部怖かったですからね。なんで怖いんだろうね。もう今本当は考えない、理屈じゃないと思うので、うん、多分なったことない人からするとなんか気の持ちようだよとか、あ、考え方がこうとか、うんうん、言うかもしれないんだけど、もうそういう次元じゃないですね、うん、なってる時っていうのはですね、うん、だそういう時っていうのはもう頭で考えてどうこうっていうコントロールできないと思うので、うんうんうん、もう逆にあの、あ、怖くなっちゃうよねっていうことを認めてあげることの方がやっぱり大事なんじゃないかなって僕は思いますけどね、うん、ありがとうございます。じゃあちょ続々と質問いただきまして、鈴木さん、ピンポンの音とか教会の鐘とかチーンとか子供のおもちゃの電子音が嫌で嫌で辛いんです。イライラ落ち着かないんです。なんか対処法ありますか？耳を押さえるしかないんですね。なるほど。難しい質問ですね。うん。ね、まあ耳を押さえてあの逃げれるならそれもいいかもしれないですよね。うん。うん、今日は何かあったんですかね？ん？なんかそういう、ね、昔にあったんでしょ。ああ、これは誰かにそうやって打ち明けることで楽になるじゃないですか。あSNS でも私も、うん、ね、私も私もっていう、うんうん、一人じゃないんだっていうね、あの怖くてもね、うん、あ、ごめんなさい、そういう音が嫌いでも全然いいんじゃないですかね。誰しも苦手なものがね、あるはずです。黒板を引っかくような音って嫌いじゃないですか。いやー、嫌いですね。それあれって治らないですもんね。あの、嫌じゃないふうに思うと思っても、あの音聞いたら多分キーってなっちゃうのと同じかもしれないですよね。なるほど。でもまあ人があまり嫌がらない音が嫌だっていうことがやっぱりちょっと、あの、それが嫌っていうところにもあるかもしれないですけど、ね、うん。まあ、じゃあ、ありがとうございます。僕だったら、あの、歌を歌いますけど、自分で。紛らわすってことですか？歌で紛らわすかもしれないですね。はい。歌を、まあ、頭の中鳴らすとか、自分の好きな歌を鳴らすようにするとか。そうだね。あとはもう、あの、ふざけんなっていう自分を許してもいいと思いますよ。こんな音を鳴らしやがってっていう。で、自分がスッキリするならね、そうやって、もう。立つっていうのもいいんじゃないですかね。うんうんうん、まあ、いやでいいかもしれないですよね。はい、この音嫌いで。いいと思います。嫌いがあって。いいと思います、はい。人の激しいとかすごい嫌ですからね。ああ。やばいですけど。もうこの間、隣のホテルで、まあ、いびきがすごかったんですよ。はい、もういびきってすごく嫌じゃないですか、寝るときの。うん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 、すーごいいびきだったので、もう、まあ、やめときます。何をした。ちょっとピンポンダッシュしちゃいました。すいません。ここで言わない。ちょっと今途中でやめようと思ったんですけど、こう人としてやばいなと思って、人としてやばいと思って、はい、ちょっとホテルの、はい、トントンってやっちゃいました。すいません。はい、そういうこともやっちゃいました。はい、夜中に。すいませんでした。あの時は。はい、すいません。なるほど。はい、ちょっと言いかけてしまったなと思ったんですけど。はい、はい、ごめんなさい。加藤文久さん、私も狭いところ怖いです。まあ、ありますよね。好きな人もいますけど。うん、はい、続きまして、私も高速、橋、狭いところ、MRI、トンネル、怖いです。まあ、そうですね。確かに怖いです。はい。ガストに行くと注文の連絡をする。ガストに行くと注文の連絡をする。あ、なりっぱなしだったんです。うん、あ、さっきの、ね、あ、ピンポンね。ああ、それはね。確かに。はい。今度 MRI を受けるかもしれません。
うん、ああ、それは不安なんですね。うん、不安が、不安感強いです。何かありますか、うん、なるほどね。うん、まあ、まあ、それを伝えるといいんじゃないですかね。看護師さんに、私不安なんですって。あの先生とかにね、あの技師さんに、私不安が強いですっていうふうに、その伝えたらいいかなと思います、うんうんうん、あ、そうなのっていうふうにきっと、うん、大丈夫よって言ってくれると思います。うんうん、はい、どうでしょう。不安とか心配ってね、みんな本当に何とかしたい。心配って言って。心配って言って。心配じゃん。心配、心配、心配。今ちょっと言ったでしょ。どうぞ。そう、あのみんなね、本当は嫌いだから何とかしたいんだけど、何とかしようと思って何とかなってたら悩んでないもんね。うん、だからあの不安になっちゃうんですよね。うん、だからもう不安になってもいいやって思えたら、実は不安ってちょっと楽になるんですよね。うん。うん、そうですね。まあ、なかなかね。怖いものは怖いと思うんですけれども。はい。ありがとうございます。ちょっとどんどん。うん、主人の 無呼吸症候群がやばくて寝不足です。これは病院に行ってもらったんですか。うん、僕もお酒飲むとたまになるって言われますからね。本当ですか。それは、いや、そうなんです。心配で寝不足なのかな、やっぱりね。止まるんじゃない。うるさいかどっちかですよ。うるさいか。うるさいんだったら鼻つまんであげる、まあ、うん、うん、まあ病院にとかね、はい、うん、はい、続きまして、お、いろんな人が、私も MRI パニックを起こ しました、うん、そういう人は、ね、でも怖いって言いますよね。うん、まあ一人じゃないのでね、パニックを起こす人がねいるということと、そしてそれを、そういう不安があるってことを伝えたらいいんじゃないかなと思います。うんうんうん、はい、どうでしょうか。はい、ありがとうございます。高幸さん、またぜひ下ネタインスタライブしましょう。下ネタインスタライブって何ですか。あ、先日、またやりましょうってことは前のやったってことですか。あ、前あのインスタライブ招待していただきまして、あのそんなに下ネタ、そんなに下ネタではなかったので。あ、なるほどなるほど。もうちょっと、夜中の番組でしたので、はい、いいですね。あ、はい、大丈夫です。こうダメな人いっぱいいますよ。実は私もダメです。うん、あの、だからね、みんなダメなんですよね。みんなダメです。行った、行ったって、これ多分何を言ったんですか、多分心配という。心配かな。別に下ネタではないですよ、あれは別に。あの、そう聞こえた人の脳がやばい。ごめんなさい。すみません、はい。ちょっとごめんなさい。口に出すと不安が少なくなりますよ。分かってもらえると安心できるのかな。うん、病院自体が不安になりやすいんだよね。まあ、そういう白衣ね、あの、うん、こうね、まあ、病院の皆さんが服装を変えてくださるとまたちょっとね、うん、あの、まあそれはこちらではどうにもならないので、うん、うん、はい、口に出すと分かってもらえると、はい、ちょっと。たくさん来てありがとう。ケンちゃんの言う通り、僕も手が触れて字が書けない時があったので、手が触れてもいいやって思えたら触れなくなりましたよと。おお、そうなんですよ、ね。触れてもいいやと思うと触れなくなったね。素晴らしい。うん。で、それね、触れないくするために触れなくてもいいやって思うと、ね、また思っても触れるじゃないかってなっちゃうんだけども、触れちゃっても本当にいいんだって思えると、やっぱ楽になるんですよね。きっと。うんうん、であとは、不安とかってね、これだけみんな、私も不安です、私も狭いとこ怖いですって、うん、こんだけ出てくるじゃないですか。うんうん、実はね、あの、人って、その、いい部分しか普段ってあんま見えないじゃないですか。うんうん、例えば僕とかでも、そんなに、もう今良くなって全然不安とかないんですかとか言われることがあるんですけど、それは不安なんていっぱいあるし、心配だっていっぱいあるし、でもそういうところってみんな普段、あえて見せないだけであって、うん、実はもうみんな、皆さんと同じように、結構みんな不安と心配はね、いっぱい持ってるんで、うん、うん、だから自分だけじゃないですよね。いや、みんな似たようなもんですよ、うん、本当に。場所が違うだけで。うん、そうですね、うん。僕もね、毎日体のどっかが痛いんですよ。うん、毎日のようにかな、うん。体の炎症がどこか、そこか、そっかに、あの、どっかに起きるので。まあ、そこ熱を持ってたり、ね、うんうんうん、痛みがあるとやっぱり、うん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 、
不安心配ありますね。はい、ちょっと、はい、いろいろいただいてます。うん、ある時ハンカチに好きな香りのアロマオイルを染み込ませて、それを目に乗せて MRI に入る瞬間を見ないようにしたら大丈夫でした。おお、すごい。香りの効果。そうか、見ないようにするってことね。そうか、そうか。いろいろね。あ、石原先生の病院の先生もですね、うん、大好きな曲を MRI の時間分用意して、心の中で最後まで演奏しました。ああ、いいですね。あの、先生、ありがとうございます。はい、うん。はい、そういうことですね。ありがとうございました。はい。はい。ということで、すごい、なんか不安になってもいいや。あ、ごめんなさい。で、乗り切りますと。はい、うん。うん。ありがとうございます。加藤先生、MRI、私も怖くて、なるべく避けたいんですが、胆石で痛すぎて、MRI で検査のとき、必死でもう終わる、すぐ終わると唱えながら、頑張りましたと。なるほどね。うん。ありがとうございます。みんな怖いんですよね。僕はあんまり怖くないんですけどね。あ好きではないですけどね。なんか、あの、まあ、素敵な、あの、人の顔を見るようにしてます。はい、あ、なるほど。その中で誰が一番、あの、ちょっとね、綺麗かなとか。はい。あの、放送を始めたりします。いいですね、うん、はい。妄想もいいと思います、はい。良い妄想をしてですね。はい。ありがとうございます、はい。MRA は音がちょっと大きいけど大丈夫ですよ。ああ、そこ大きいんだな。MRI はひたすら目を閉じますと。はい。まあ、こんな感じで。あ、ちょっと。ありがとうございます。MRI の話題がものすごい。まあ、歯医者とかもね、僕ずっとだから、うん。怖かったですよね。なんか逃げれないような感じがするものっていうのがすごくずっと不安でした。なるほどね、うん。ありがとうございます。たくさんのご質問ありがとうございます。はい、ありがとうございます。したな。あ、2回目の時は心の中で歌を歌っていたら寝てしまい、目が覚めて自分が置かれた状況にパニックになりました。寝てはいけません。いや、素晴らしいですね。先生。うん、石原先生、ありがとうございました。ありがとうございます。なるほどね、なるほど。うん。うん、なるほどね。どうですか、ケンさん。はい。うん。どうですか。第1回目がですね、あの、養生セミナーが9月24日、加藤文子先生の講座で始まるんですけど、うん、第1回目の講座がですね、まあ、不安とどう向き合うか、どう付き合うかということがテーマで、あの、あ、まさに始まるんですね。ぜひ9月24日からね、うん、養生セミナーがありますので、ぜひ、よかったら、はい、うん、よかったら、ケンさんなりの不安との向き合い方、ずっと今ね、伝えてくださっていたんですけど、うん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 、ちょっともう一度アドバイスというか、あの、まあ、繰り返しになるかもしれないですけど、ディズニーの映画でね、インサイドヘッドっていう映画があるんですよね。うんうんうん、ちょっと前の、あれ何年ぐらい前かな。あれすごく面白くて、うん、自分の感情に不安ちゃんとかね、ちょっと詳しく覚えてないんですけど、不安ちゃんとか寂しさちゃんとか、うん、あとはなんか喜びとか、うん、楽しさとか、で、その、全部の感情が自分たちの心の中にいて、で、どれかを、例えば不安を悪者にして、追いやっても、結局バランスがうまく取れなくなるみたいな、それを、子供が見ても大人が見ても面白いような映画になってて、あれ結構おすすめなのでね、感情のことをですね、ぜひ興味がある方ご覧いただくと面白いんじゃないかなと思うんですが、うん、だから結局不安も心配も楽しさも喜びとかそういうことも全部自分のやっぱ内側から出てきてるもの、うん、もちろんきっかけは外の出来事 MRI だったりとか電車だったりとか何か他の人だったりするかもしれないんだけど、その不安とか怖さとか寂しさっていうのは全部自分の内側から出てるものなので、あの、それをね、否定してあげてほしい、あげないであげてほしいなっていうふうにすごく思いますよね、うん、やっぱり自分の中から出てるものなので、全部それは自分にとっては不都合っていうか嫌なことかもしれないんだけれども、決して悪いものではないと思うので、うんうん、それを否定するんではなくて、いや、まだこんなに不安に思ってる自分がいるんだ、まだこんなに怖いんだって思っている自分がいるんだってことをちゃんと認めてあげて、うん、できるところからでいいと思うので、うん、見てあげるといいんじゃないかなというふうに思います。うん、で、あとは、
究極で言うと不安でもいいって思えたら実はあんまり悩みではなくなったりするわけですよね、うんうん、不安に思ってもいい、心配になってもいい、寂しいと思ってもいいっていうことを、思えた分だけ多分楽になると思うので、うんうん、そんな自分を否定しないであげてください、はい、あのプロ野球選手のね、元、あの、城島選手、元、元大英というか、阪神に行った、あの、彼が言ってたんですけど、うん、元プロ野球選手のね、城島さんが言ってたのは、最悪の状態をいつも想定していると。ん？もう最悪の状態、チームが負けて、自分がエラーして、うん、最悪の状態をまず想定して、なんかこう、それでも大丈夫っていうふうに、こう常に持っていってるっていうこと、まあいろんな人が言ってますね、最悪の状態を想定する。でも例えば僕の場合だとやっぱり再発の不安とか今もあって、うん、あまたね、あの、まあ、夢でも見ます、もう、うん、あのお医者さんからもう余命宣告される夢とか今でも見るんですけど、うんうんうん、あ朝起きた時にまあ怖かったりするんですけど、はいはい、もし自分が再発したっていう想定を、まあ、そこから逃げるんではなくて、不安の行き着く先から逃げるんではなくて、あ、なぜ不安になってるんだろうって思った時に、その不安が行き着いた先に、まあ、例えば再発をしたとか、あの本当にそれをイメージした時に本当にダメなのっていうふうに自分に問いかけると、まあ、今まで生きてきた中で、まあ、いろんなことを乗り越えてきて、あ、乗り越えていける自分にこう気づいてあげるというか、あの不安になって再発したとしてもどこどこに行けばいいとか、あそこのお医者さんがあるとか、うん、あそこの用事をする場所があるとか、うん、こんなアイテムがあるっていうことを揃えておくんですね。そうするとこう、うん、なんか安心できるというか、あ、うん、再発しても大丈夫っていうところに持ってくるまで、こういろんなこう自分の周りにそういうアイテムを想像してあげるというか、そうすると意外と、うん、あ、いけるじゃんっていうふうに思った時にこう落ち着くっていうか、うんうんうん、まあそういう、うんうん、僕は対処してるかな。うん。まあ、備えあればじゃないけど。うん、そうだよね。うん。うん、あと、結構僕お勧めしてるのがですね、うん、まあ、悩んだり、心配になったり、不安になったりって、まあ人間だから、多かれ少なかれみんなあるものだと思うし、うん、それって、まあ、なくせないじゃないですか。なくならないと思うし。うん。うん、なので、結構、口癖にするといいよって言ってる言葉があって、うんうん、まあ悩んで、最後に気づいたら、まあ、いっか。これはね、結構僕は魔法の言葉だと思ってるんですよ、ね、うんうん。まあ、いっか。あの、嘘で思えなくてもいいので、あ、自分、不安でいっぱいになった時に、嘘でもいいから声出して、まあ、いっかって最後に、声に出していってあげると、なんか自分の心がふっと、ちょっとだけ軽くなったりとか、吹っ切れたりすることってあるんじゃないかなと思うので、ぜひ、あの思い出して、うん、まあいっかをね、いろんなことの時に使ってみるといいんじゃないかなと思います。あとですね、僕をおすすめするのは、うん、あの結構そのふざけんなとか汚い言葉を使うとそれは良くないとかよく言われるじゃないですか、うん、はいはい、そういう言葉を一人の時に、うん、感情と一緒に出しちゃうっていうのは、あ、なるほど、すごくいいと思うんですね、うん、うん、言えないような言葉でね。その後、いい言葉を言ってあげるっていうね。そう、うん、だから、ね、タカちゃんが言ってることっては、自分の感情を出すってことじゃないですか。うんうん、だから、一番良くないのがね、閉じ込めることなんですよね。抑圧するとか、我慢するとか、気づかないふりをするとか、うん、だから不安になっちゃいけないとか、緊張しちゃいけないとか、そうやって閉じ込めちゃうことの方が多分自分に負担をかけてしまうので、不安を感じるってことの方がまだいいかもしれないし、自分の感情を吐き出すっていうこともそうかもしれないし、まあよく感情をね、紙に書き出すといいとかね、まあいろいろありますけれども、だから出してあげるといいかもしれないですよね。うん。なるほど。うん。そろそろ時間も1時間。お、あっという間に。はい。先生。今後の展望とか新しい活動とか何か今後どうした、ケンさん、もうケンちゃんってちょっと呼びづらくなってきちゃったね。 いつまでケンちゃんって呼ばれてるの、ケンちゃん
ご永遠のケンちゃんでいいのかね。ね、はい。やっぱケンちゃんだもんね、やっぱりね。もう、そうですね。うん。洗濯屋ケンちゃんと呼んでいただければ。洗濯屋だね。ありましたね。ケンさん。はい。途中からもうケンさんでいいかな。いや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 、もうケンちゃんで大丈夫です。ケンちゃんの方がいいですか。はい。うん、大丈夫です。ちょっとお伝えしたい。あの、タカちゃんの、このね、うん、スペシャルビンビン、養生センターも、本当にこれすごい、ね、素敵な先生がいっぱい出られていて、うんうんうん、僕が10月の8日ですかね、木曜日。10月8日です。はい。1時から、2時間、まあ、質問も受け付けて、お話をさせていただこうと思いますので、よかったらぜひご参加いただければと思います。うん、まあ、病気や症状はあなたにどんなメッセージを伝えたがってるんだろうみたいなね。まあ、感情と同じことなんですけれども、なんか病気や症状も、何か抑圧するんじゃなくて、何かそのメッセージを聞いてあげると、すごくいいんじゃないかなというふうに思っていて、まあ、そういう話もちょっとできたらなというふうに思っています。うんうんうん、あと、なんか、うん、どうぞ。どうぞ。10月4日に、うん、日曜日、豊橋で、タカちゃんと僕と、うん、あと、あれ日にち違う。あれ何日だったっけ ?18 日。あ、ごめんなさい。10月18日。4日は違う。10月4日、ちょっと違うんじゃない ?10 月4日じゃない。違うんじゃない ?18 です、18です。大丈夫。18日に、タカちゃんと僕と、あと、養老の、フラートクリニックのフラート先生と3人で、うん、トーク&ライブというかセミナーになるんですかね。ああ、どうなんですか。それぞれの講演です。こういうトークセッションはメインではなくて、一人ずつ講演をする。うん、まあ僕はトークライブですけど、そういう、ケンちゃんの一人トークっていうのも、久々僕も楽しみにしています、うんうんうん。はい。はい。めちゃめちゃ。無料で参加できるんですか、ね、あ、無料で、参加、そうですね。ズームと YouTube、ズームと Facebook かな。はい、うん。そうですね。またそちらの方もよろしくお願いします。うんうん、はい。で、まあ、今後としてはですね、僕は毎年カレンダーを作ってるんですけど、オリジナルカレンダーを作っておりまして、うん、この前やっと2021年のカレンダーを書き終えましてですね、うん、今制作しているところでありまして、うん、まあ、明日ぐらいから、予約の申し込みを開始させていただきますので、よかったら、はい、ぜひ興味のある方は、これが今年の、これ新作じゃなくて古い、カレンダーなんですけどね。こういうカレンダーを作っていますので、うん、またよかったら手に取ってください。よろしくお願いします。うんうん、まあ、来年はですね、新しいことにいろいろ挑戦していきたいなと実は思っていますので、お、素晴らしい。うん、オンラインでいろいろ学べることとか、一緒に、なんかできることを増やしていきたいなというふうに思っているので、また、なんか面白いことができれば嬉しいなと思っているので、まあ、タカちゃんもぜひまたいろいろやりましょう。あ、そうですね。ありがとうございます。ちょっとカメラとマイクを今度ちゃんとします。それはもやがかかっているようで皆さんすいません。あ、このぐらいでちょうどいいかもしれないですね。はい、はい、じゃないです。ありがとうございます。まあ何度も言ってるんですけど、心の養生セミナーが9月24日は加藤文子先生、10月4日が乗竹健太郎先生、その第3、3日目がですね、サイモントン療法のカウンセラーの玉田真由子さん。で、最後が癒しの森西川クリニックの西川淳先生という4人で、心のね、養生セミナーを開いてくれます。ケンちゃんは体の症状が何を伝えてるかっていうことなんですけど、ケンちゃんがそういうセミナーもやってくれて、すごく救われたっていう女性もね、いまして、ね、大腸がんでステージ4だった女性が、その、まあ、癌の部分に、癌に名前をつけてね、それ、こう、対応していったら、すごくなんかね、なんかこう、その方も涙を流されて、感じ、まあ、その体のね、サインに、彼女なりに解釈をして、すごく今ね、元気にされてるっていう方もいますので、もしよかったらね、はい、やってみてください。ぜひ、受けてみてください。あ、ごめんなさい、ありがとうございます。ちょっと僕の今後なんですけど、9月21日に、がん治っちゃったよ前週後、大阪っていうものがありまして、これがん治っちゃったよって、ちょっとふざけたタイトルのようですけど、そういう、至って真面目にですね、病気とまあ向き合って治療とも向き合いながら、どう生きるか、治った先の自分を見つめて気づいたら、あ、良くなっちゃったよっていう状態を目指そうっていうですね、そういう、本当に真面目なですね、でも明るくて楽しいイベントがあります。リアルの参加をですね、もうちょっとこういっぱいになっちゃったので、それもオンラインで見ることが、できますので、
ぜひ見てみてください。はい。うん、そしてちょっと新たなね、展望があって、もうそろそろ正式にお話ができると思うんですけど、ちょっと先にここで、10月、31日にですね、うん、オンラインで、バンドの皆さんの協力を得てライブをする予定です。それも、病室や、病院や病室に、オンラインライブを届けたいっていうコンセプトで、希望をつなぐライブということでですね、タイトルは命を応援するライブということで、ぜひ皆さんご協力いただけたらですね、病院関係の皆さんとかですね、まず病院ではなくてもいいんです。一般の人も全員見られるオンラインライブなんですけど、例えば在宅医療で家庭にいる患者さんにちょっとお伝えしてもらうとか、患者会で鑑賞会を開いてもらうとか、まあそういうところで今困難に向き合っている人とかですね、そういう方々に向けたオンラインライブをしたいなと思っているので、うん、対象全国、世界になるんですけど、できるだけね、ちょっとした言葉とかね、ちょっとしたなんか音楽のフレーズで希望が持ってたりとかね、勇気が持ってたりしたらいいなと思ってですね、そういうのをやろうと今ちょっと考えているので、もしそれがもし発表になったら、ぜひ、拡散してもらえたらというふうに思っていますので、ぜひとも。はい。素敵ですね。はい。もうどんな、そんなスペースがあって、そこで鑑賞会をやってもらってもいいですし、もちろんね、それぞれ家で読んでもらって、見てもらってもいいですけど、これずっとやりたかったことでもあったんですね。はい。コロナがあったからってことではないんですけど、それはきっかけには、なってはいるかなと、はい。思うんですけどね。はい。もう実は僕はですね、あんまりこう、ちょっと引け目を感じてたっていうか、なんていうんですかね、がんのことで、そういうことを伝えてるっていう自分が、ちょっとどっかでね、ちょっと後ろめたさがあったりとか。本当ですか？なんかこう、あんまり病名を出したくないっていうか、なんて、がん治っちゃったよって言ってるんですけど、これ自分の、ライブだと、杉浦貴之投函ドライブ、命は弱じないって言ったりとか、あんまりこう、病気のことを、前面に出すのにはすごくやっぱり抵抗があったんですね、どっかでなんかこう。すごい分かります、分かります。うん、その、なんかこう、今でもあるんですけど、なんていうんですかね、こういうことで、こう、なんか、でもそこは吹っ切っていこうかなと思って、もう病気の人とか、病室にいる人に希望を届けたいっていう単純な思いを、そのまま出していこうと思って、少しでも希望の火が灯ればいいなというふうに思っていますので、普段ね、足を運べないような方々にも何かね、ちょっと人生がポッと明るくなったりとかね、そういう瞬間が訪れたら、もう本当に最初言いましたけど、あ、生きててよかったっていうね、その瞬間が、ね、本当にそれがね、なんか希望になると思うんですよね。少しでもそういう希望、ね、なんか瞬間を味わってほしいなと思って。やろうと思っておりますので、すみません。ぜひ、誰でも聞けますので、ぜひ、楽しんで聞いてもらえたら、嬉しいなと思います。でも、オンラインになることで、そういう意味で言うと、可能性が広がりますよね。そういう意味でね、そうなんですよね。なるほど。いいですね。はい。ちょっとやってみようと。はい、ちょっとビクビクもしてますけど。ということです。はい。ありがとうございます。はい、ということで、もう時間あったんで、はい、なんか終わるのがちょっと寂しいですけど、ね。そうですね。そうですね。最初グダグダで始まりましたけど、はい。最後もグダグダで。すいません。グダグダ終わりますか。本当にね、はい、もうちょっとむき出していこうかなと。はい、ちょっと、むき出ししすぎてもいけないですけど、だいぶちょっとこう、やっぱりいろいろ恐れがあってね、だいぶ恐れてたっていうところもすごくあったので、どう思われるかっていうのを、やっぱり気にしすぎてる、たところがあったので、もうちょっとそこをね、吹っ切っていこうかなと。でも情報を発信してると、絶対そういう恐れってどっかでありますよね。そうです。叩かれたくないし。叩かれたくないしね、凹みたくないし。だから、なんて言うんだろう。100人の人がいいねって言ってくれても、1人の人に批判されると、凹みますもんね。弱いので、
基本的にね。僕はへこみながらまたそんな自分を、うん、あ大丈夫だよって言ってまた前に進むような、もうその繰り返しですよね。でも考えるとへこむと成長できる自分がいるので、うん、悔しいと思うけど、うん、次言われないようにしてやろうとかっていうのがあるので、まあ、あとはまだこんなに人の目を気にしてる自分がいるんだっていうね、再発見は常にしてますよね。再発見じゃなくて僕はいつも知ってます。再発見じゃなくてなるほど、いつもいつも、ああ、気にしてるって、うんうん。でも素晴らしい、ケンさん。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ぜひ、また機会があればぜひ、やりましょう。そうですね。はい、ちゃんと、今度はズームでやりましょう。あ、そうですね。ちょっとカメラとマイク。今日花の木村さんでお送りしています。はい。またちょっと場所をね、お借りしてやっているんですけどね。こう、マイクとかね、カメラとか全部ここびっしりと用意してあるんですけど、全部線が繋がってません。せっかく用意したんですけど。なるほど。何の意味もなく、ただ、パソコンのカメラとマイクになっちゃってるんですけど、うん、はい。またグダグダトークで最後閉まろうとしてますけども。はい。はい、まあ、こういうグダグダトークの中に、もしかしてね、うんいいこと言ってるかも、うんうんうん、どうぞケンちゃんいいこと言ってください。どんな振りですか。振りが嫌ですよね。片岡真由美さんありがとうございました。はい、あ、皆さん服部真由美さんありがとうございました。ありがとうございます。めちゃくちゃ励みになりました。鈴木文子さんありがとうございました。片岡真由美さんとても素晴らしいお話ありがとうございます。片岡さん元のおじさんでね、お会いしましたね、うん、ありがとうございました、うんうん、覚えてますよ。たくさんの方を引き連れてきてくれてましたね。ありがとうございます。はい。はい。ということですね。はい。どうでしたケンちゃん、どうでしたか。はい。ここからはもう、公開反省会ということで。公開反省会公開。もう一応、セミナー終わりました。今から公開反省会に入っていきたいというふうに思うんですけどね。はい。どうでした、ケンちゃん。やっぱり、あれだよね。カメラが、ちょっと画像が悪いんじゃないですか、タカちゃん。でしょう。まあ、画像。まあでもこういうこともね、乗り越えてね、はい、行きたいと思います、ね。素晴らしい、ね。はい、でもタカちゃん、反省会好きですよね。もう大好きですね。ね、反省会しないとなんかムズムズしちゃ う, っていう。逆に。一回僕、YouTube でね、何回かタカちゃんと対談させてもらって、アップさせてもらってるんですけど、なんて言ってましたっけ、自分を責めちゃうんだけど、なんかもう、最近は攻めさせとくみたいな。あ、そうそうそう。名言を発してました、ね。攻めさせとく。うん。うん、攻める字も放置するというですね。うんうん、そこに抗うとね、うんうん、どうせいずれ攻めるので、うん、熱いうちに攻めさせた方が、うんうんうん、そのうち終わるの。本当に終わる、うん。不安になる、心配になるのも本当に終わるので。だから全部一緒かもしれないね。不安とか心配も、うん、責めることも。それをダメだって思うと、それがダメなことになるし、うんうんうん、まあ、思ってもいいやって思えたら、ね、悪者じゃなくなるかもしれない、ね。もう、どんと来いっていうふうに、責めて来いっていうふうに、自分を責めさせてあげて、そのうちいつの間にか忘れてるということになると思うんだけどね。うんうんはいありがとうございます。ありがとうございました。はい。今日どこのホテルですかそれ？いや今日は本当事務所ですよこれ。本当ですか？はい。知ってますよ。事務所は僕知ってますから。はい。はい、本当にケンちゃんの事務所にいますので皆さん。ケンちゃんの事務所ですそこはね、はいはい。ちゃんと知ってますので大丈夫です、うん。またちょっとやりましょうね。はい。ちゃんとダブル考えてやりましょうね。逆になんかもうグダグダでやる、うん、なんか対談とかも面白いかもしれないですね。グダグダ対談。グダグダ、もっとグダグダでやるみたいな。あ、もっとグダグダしようか。まあなんかどっかで格好つけようとしてるもんね。いいこと言わなきゃいけないとか。うん、この画面になると、うん、なんかみんながね、パソコンの前で待って聞いてると思うと、本当になんかいいこと言わなきゃっていうプレッシャーがすごいあるんですよね。あー、なんかわかる気がする。ケンちゃんはね、イケメンだからそのまま黙ってね、立っても、皆さんがこう満足されると思うんですけど、うん、確かに確かに確かにそうなんですよね。
なるほど。いいですね。なんかそういうことでいつもプレッシャーになっちゃいますけどね。まあ、あんまり次はちょっとグダグダでもいいっていう自分を許しながら、ちょっとね、もう一回やりましょう、どっかで。はい。ぜひぜひ。まあ、これも慣れてくるかもしれないですしね。こうそうなんですよ。うん、2人っていうのもまた難しさありますね、うん、難しいですか難しいやりにくかったですか今日いや、まあ、やりやすくはないよね、うん、でも楽しかったです、はい、楽しかったですでも楽しかったですケンちゃんまたあの食事行きましょうよいや本当にぜひぜひ、はい、過去に12、1年間のうち2回しか2人で食べに行ったことないですそうでしょ打ち合わせか本番か打ち上げで、本当にその2回だもんね。じゃあ、純粋に食事に行きましょう。純粋に。打ち合わせじゃなく。あ、そういう純粋にってことか。不純か純粋かと思いました。不純に食事に行きましょうっていう。あ、そっちでもいいですけど。あ、僕はそっちはもう全然興味ないので。あ、そうか。ぜひぜひ、はい。楽しみにしてますので。はい。ね。はい、ちょっとじゃあ、その後、その飲みてるのを、うん、ちょっとライブ配信するっていうのもいいですね。ああ、どっか個室みたいな、取れそうなところで。うん、うん、うん。いいっすよ。それもうちょっと本音が出てくると思います。ああ、もうぜひやりましょう。うん、面白いと思います。そういうふうにやりましょう。うん、はい、ぜひ、うん、はい、ありがとうございましたありがとうございます皆さんありがとうございましたちょっとお礼を言うのを忘れてました本当に聞いてくださった皆さん本当にありがとうございましたはい、ちょっと長い時間長時間になってしまったんですけどもよく少しでもね、はい、最後まで聞いてくださって本当に今日はいい眠りについてほしいなというふうに思います明日への、ね、不安とか心配があるかもしれないですけどトントンと叩いて自分をね落ち着かせてからね、うん、眠りに入ってみてください、はい、良い妄想しながら、ねうん、寝てください、はい、ケンちゃん一言はい、はい最後まで、ね、このグダグダトークにお付き合いくださいすみません、はい、ありがとうございますありがとうございましたまあ本当に、なんだろうな今日楽しかったですタカちゃんもありがとうございましたありがとうございました、はい、またぜひ、他の、はいね、機会でもお会いできたら嬉しいなと思うので、うん、皆さんよろしくお願いします、うんうん、はいありがとうございましたはいいいっすかいいっすよじゃあ皆さんありがとうございますありがとうございましたそれではこれどこで終わればいいんだろうじゃあ僕らが終わらないとそうだねなんかこの、ね、エンドボタンって押しにくいんですよねはい皆さんこれ終わりですので本当にありがとうございました、うんはい、皆さんおやすみなさい。おやすみなさい。本当に切る、本当に切るよ。あ、大丈夫です。ケンちゃんはそのまま音だね。はい。おやすみなさい。